しくお願いします。よろしく。めちゃくちゃあるんですよね。あります。あ、じゃあお願いします。じゃあいつもね、今日俺はせーのって言われたの。
せーの、ヒカキン TV。 ヒカキン TV Everyday。 はぁ、お前ちゃんとやるやん。自己紹介しよう。次行かないんじゃないか。次いいのか、行って行っていいのか。じゃあ行きます。アリス・イン・ワーズのアキです。ヒカです。ブイ、アイキ、マサト。あ、お前神田だ。おい、かっこいい。マサトだなと思って。はい、サンタスネーカー的店長、ゲオン。始まらない気がする。すごいですね、これ。今日どこですか？どこですか、今日。ここ仕事の漫画スタジオですね、ここ。じゃあ、しっかり借りましょう。右下に、右下にちょっと作れて、じゃあ、あの仕事の。はいはい、大丈夫。お正月なんで鍋作ったんですよ。うわ、やった。正月って言えば鍋たいって思って。鍋たい。鍋たいかなと思って。食べたいかと思って。そんな言葉ないから。乾杯しますか。乾杯しましょうか。はい、はい、では、はい、乾杯。乾杯。明けおめ。明けおめ。おめでとうございます。こうやってる間もね、ちゃんと BGM では泣けんでるところがいいよね。本当に何でもできちゃう。来年もこうやってみんなに鍋出るといい。いいっすね、普通に。あ、でも正直よ。あ、でも神田の脱退ライブの話はしない方がいい。いや、まだ日程出してない。いやいや、やんないやんない。3月神田も知らないの。神田も知らないです。やっぱ、そういうのはサプライズの方が喜ばれるんで。うまっ。わけねえだろ。はい、いって。うまっ。これうまっ。ね、これあの、やっぱ厚いなんで。確かに家系ラーメンイメージじゃないですか。はい、こっち上位ラーメンにしました。うまっ。だからか。いや、何がですか。何がですか。何が。分かる。正月ってさ、何食べてるの家で。お正月ですか。伊達巻き。ああ、お雑煮とか。ああ、お雑煮は食べる。どうなんだろうね、正月早々アリス・イン・ワーズのライブ見せられる気持ち。しかも久々じゃない曲が。確かに。しかも、ま、あ、アキあんなジャンプすると思わなかった。しなきゃだ。いや、びっくりした。アキやってもう天井つくねえぐらいの人だもんね。確かに。天井さんもだって神田もお立ち台になってたし。おい、なるわけねえから。なるわけねえんだって。お立ち台になってたし。やってねえよ、そんなこと。すごかったわ。お立ち台になってて。バンドマンを見た。バンドマンを見た、それは。あ、なんか YouTube 活動やってるじゃん。はい。去年のさ、いつだ ?10 月9月。11月ぐらいですかね。なんかテーマがあれなんでしょ、バンドマンならできるっていう、めちゃくちゃ、バカなテーマが。憧れたバンドマンっていうのはやっぱアホなことして、でもなおかつかっこいい、うん、そこに憧れたならばならばバンドマンらしさを上にこれからもやっていきたいっていう所存でございます。なんか俺動画さ、まだ全部見てないんだけど、まあ、ちょっと見てないけどさ、噂に聞くとなんか食っちゃいけないもん食ってるって。え、そんなもんないですよ。あ、本当に、はい、悪くないです。俺ら今日口に入るもん。手で触れるもん全部食える。そう、手で触れるもん何でも。あ、なるほどね。今回 YouTube 子供向けの動画チェック入れてるもん。そう、弾かれるでしょ。ちょっと飯食いながら見てる可能性ある。あ、なるほど。なんかさ、あれだよ、まず新年の一発目、俺らのライブ映像だ。発音楽が俺らの曲の可能性ある。ありがとうございます。素晴らしいよね。いや、ありがとうございます、聞いていただきました。いや、あれだよね、2021年アレスから始まりアレスで終わってほしい。あー、それ2021年どうなるかまだ分かんないじゃん、実際。確かにコロナもさ、まだ全然落ち着かねえしさ。確かにコロナね、うん、まあしょうがないからね。あれも見た2020年の今年の感じ。ミツ、あれやっぱそうなんだ。そう、え、お前知らないやつ。マジ、え、なんか画像は見たけど。画像見たから。あれは画像以外で何で、みんな。え、なかったもん。あー、ミツよ、ガチミツ。ミツなんだね。ガチミツ。2021年どんな感じになったらいいだろうね。まっ、まっ続くって言われて、すごくかった。あー、抱負の話だじゃん、うん、アレス・イン・ワーズの抱負とかあんの2020年。ありますよ。何ですか。カンナメンバーしてたんですか。メンバーっぽいけど。マジマジとかじゃない。俺らの抱負決まっただろ。教えてよ。え、肩にとらわれないメレメタルコアバンド。何もわかんない。ふわふわとらわれない。肩にとらわれないメタルコアバンド。よー、まあ、カタカナ多いからさ、メタルコアバンドだけ。確かに言いづらいんだよね。らしいんだけど。え、そうなんだ。それでいきますね。それで。ちなみにどういう答えにとらわれないってどういう。やっぱり、ね、昔からね、メタルコアバンドってちょっと怖いバンドのイメージあるじゃないですか。うんうん、やっぱりそういうのを型を外そうかなっていう。
俺の中で。まあでもかっこいいのはかっこいいのが俺は好きなんですけど、まあ、俺らはちょっと別の道を行ってもいいかなっていう。なるほど。例えばその神田くん、このボーカルフロントである神田がそのパンツかぶってるか。あ、そう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 ですね。その通り、その通り。俺は全然いいんですけど。だからね、普段の打ち上げの風景をね、YouTube でやっちゃってるんだよ。確かに。そう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 。バンドマン、まあ、あれですの YouTube で見て、うわ、やべえとか思った人も別に、俺らそれ結構打ち上げ普通。そうそうそう。慣れてるもんだからね、俺ら。結構。そういうのはやっぱ発信していかないと。うん。俺らが率先して。なんで、なんで、お前だけはそっち行ったらしい。なんか、アレス一気にそっち行ったら全員が。でも思ったんですよ。やっぱ YouTube って最近芸能人多いじゃないですか、はいはい、出る人、うん、あ芸能人がやってることを芸能人なんていうの、芸能人がやってることは芸能人めちゃめちゃおもろいじゃないですか、まあ、ってことは芸能人ができなさそうなやつを俺らが発信することを俺らにとってやっぱ有利ですよね。やっぱりあすごい戦略的な話はあるんだやっぱりね。でそれを戦略的に考えてきたらニベア食う芸能人やんないから。いつか欲しいね、ニベアと流行って欲しい。食っちゃうけど、食っちゃうけど今いくつになったの。24。22っすね。俺だけ22か。あれは年下の人もらうの。全然バリバリ。あ、俺学生だからまだもらっちゃいます。あなるほど、ね、学生の時だけもらえたらもらえるまだ去年際どいんだ。まあでももう去年がなんかもう最後だよみたいな感じで、ね、その前も言われたんですよ。なるほどね。その前も言われて、お年玉もらったら今回あれですもんね、あの視聴者プレゼントで神田君のお年玉がもしもらえた場合は皆さんに現金が振り込まれるっていう。もちろん喜びますからね。前げる前前様みたいな。もちろんもちろん喜ぶかな。喜ぶだ。喜ぶだ。金だよ。じゃあね、あげてこれにくれた人だ。は？待って、神田あげる。あ、俺があげるんですか。何言ってバカじゃない。今売れない。今お前早く起こせ。怖っ。てかサンスネも最近ここでカフェやってるじゃないらしいじゃないですか。あ、そうだ。始めたんですよ。そう、カフェ、カフェとか、まあ、そういう居酒屋営業とかもやってるし、なんか割とやっぱイベント以外のイベントなかなかやりづらい状況は続くじゃん。うん、確かに確かに。なんかみんなと話したいなっていうのがあるから、サンダースネーク、せっかくこういう機会だから、なんかこう YouTube とかもそうだけど、多分ね、コロナなかったら全然やってないと思う。確かに、そうですね。だからみんなそうじゃない、うん、実際、まあ、なんかそれで、でもコロナがあったから俺ら、まあ、お前らは知らないけど、俺たちはコロナがあってあ、なんかやんなきゃやべえっていうよりかはコロナなくなって、まあ、一応エンターテインメント施設じゃん。うん、確かにそうです、ね、発信できなかったじゃん、うん、なんか発信しなきゃかわいそうって悪いなって、うん、仕事ができてないと思って、うん、まあもちろんライブハウスの仕事だとさ別に発信以外あるけど、何か発信やっぱその間ライブハウスに行けない子たちとかさ、うん、バンドのこと好きだけど何もできなくて家にいる子たちがいるから、うん、何か発信しなきゃなと思って YouTube 始めたりとか、うん、そういうカフェ営業やったりとかしてるんでよかったらここに詳しく多分載ってると思うんで。この動画で俺らが下ネタ言ってもアンチくんはノアさんすねだから。あ、じゃあ、こうしよう、こうしよう、こうしよう。下ネタ言うたびに1人1000円でしょ。いやマジ。それで、その集まったお金で今度じゃあ飲み会、その飲み会に開いてその分ただ確かに、デイちゃん下ろしてこないでしょ。下ろしてこない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 。10回は言う。絶対言うよな、俺島で撮ったら何も残んねえもんな。I'm gonna make it.
目が始まる前と始まった今終わった後で変わってるっすよね、なんか完全に誰か人入ってきますよみたいな人入ってきますよ。じゃあ、すごい、なんか携帯いじって足組んでる人もいますけど、おお、目の前にいますね。いや、知らないわ。すいません。そうだよね、結構だって来てから18時間以上お待たせしてる。倒れてるし、もう。じゃあ、神田さんがこれは、あ、僕でいいですか。やっぱり。じゃあ、スペシャルゲストを呼んでいきましょう。どうぞ。知らなかった。いや、明けおめ、さっきさ、トトやってさ、なんか不思議そうな顔してるから。いや、ほんとだよ、だってどうしたのみたいな。マジちょい、いろいろ見たい。まあ、とりあえずどうしますか。すいません、飲み物飲みますか。飲み物飲みますか。あ、じゃあちょっと見せてください。これ、これ、これ、飲み物ちょっと作ります。はい。何です。開けました、おめでとう。知らなかったよ、俺。開けました。普通に知らない。でも知らないかもしれないけど、まあまあちゃんとした企画書あるな。俺は見てない。それは送ってないです。俺は全員のメンバーに俺が作ったのに、こいつは送ってないです。ちなみに俺は送られた。送られた。俺ちゃんと送ってないです。俺も全員送ってないの。そうだよ。いや、やばい。俺、こういうの。ちゃんと使いたいです。そう。本番。コンセプト全部書いて。結構時間もしてる。ちゃんと言いました。ちゃんと終わらせてるもん。俺、何も止まらなかったですからね。カウンターが悪いです、これは。カウンターが悪い。あ、で、なんかそういう…なんかめっちゃ電話してきて。お願いだよ。お願いだよ。本当に来てくれよ。20時から撮影するから、来てくれって言われてきたら演奏してるんだ。そうだね、20時ではなかったじゃん。確かに。全部もう大抵通りで行ってきましたからね。じゃあ、22時入りでよかったです。まあ、でも、いいじゃん、別にね。そうですよね。ぐらいね。すごい。展開がいいぞ。水温でしょ。賢いです。出させるかのようなテンポ感。ありがとう。ありがとう。ごめんね。まあ、じゃあ改めてお酒っていうものが何かって言いますとって話ですよ。そう。そうだね。今ここにいるバンドが、アレス・イン・ワーズ、マイド・レイジ、ユニアミニ・ザ・漆黒のエンジェル、イーフィックス、4バンドなんだけど、まあ、本当は3バンドだったんだけど。すみません、最初お三家って言われてるんですよ。それはそう。気づいたら横浜あたりなのかわかんない、どっかで辺でお三家って集めるバンドが言われ始めて、確かに、まあ、同世代でみんなが20代ぐらいの時に頑張ったんですよ、ライブとかすげえ。その時になんかお三家って言われてて、今言ったバンド全部名前だるいじゃん、普通に俺たちさ。だれよ。だから俺らはお三家と役だねって言って使ってたら、なんかコンコンコンってきて、僕らも入れてもらっていいですかって言うから、違う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 違そういうなんか厚木のそういうその一定のあるその層の4番のことを総称して御三家って、まあ、呼んでいただいたんで、僕らも楽だから使わせてもらってるみたいな感じになります。わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい、わかりやすい。意外と集まるの久々って、うん、本当にそうじゃん。そう、マジで御三家が御三家として集まるのかなり久々だ。あれ、みんなで対話したのってオルトインフィックスのスピリットアルバムで、ね、うん、ここでやっていらっしゃった。そうだ、そうだ、そうだ、それ18年の10月、うん、2年前、やばすぎ、出やすぎ。前だ、じゃあ一回新年会やろうっつって俺がさ、ぶっ倒れちゃってさ。あー、そうだ、そうだ、そうだ。いや、あれ本当、本当びっくりした、俺もぶっ倒れちゃって。そう、ゆうやみ来てないからお前ら、来てないでしょ。あの岡崎の方に行ってたでしょ。そう、行ってた、行ってた。覚えてんね、みんな。ニューだったんですか、ニューだったんですか。あれはね、違う。あ、違ったんですか。コロナ、コロナ、コロナ、早っ、早っ、俺が最初コロナ、マジで。やっぱ元気さんって先行ってる人だから、ビットコインとか先に始めてたから。でもあれ、去年のサンダースネークでインフルエンザ流行らせたの俺だから。あれ、その時だったっけ。
去年インフルエンザが俺だってハヤトさんにもあった。あれお前だったの？あれ俺っすよ。うわ、俺もかかった。だからそう、だから俺めちゃめちゃ謝ったもん、ハヤトさんに。何してくれてんの？うわ、そうだ、お前、俺の誕生日なんかインフルエンザ B 型になってた。そうそうそう。俺の誕生日プレゼントだ。わけわかんねえ、こいつ。そうだから、2020年、去年振り返って、コロナがいろいろあって、アレスは YouTube 始めたんですね。YouTube 始めました。始めました。始めたんですよ、友也さん。YouTube。こいつら動画内でいろいろ食ってんすよ。俺らだって面白いことやっても有名に勝てねえと思って気づいてんすよ。だから体張らねえとしたら体張るしかないから。俺らだってダメ、有名には勝てねえ。あとでゆっくり話してね。あ、そうだ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 、そうゲームですね。あ、それサンダースネーク撮ったんでしょうかね。そう、本当にあれもすごいわ。初で MV 撮ったのってマイルドレイジと俺らもドリアだ。ゲジでオーバーもっといいんだ。もっといいんだ。我々も撮ったヘイスミとかさ。そう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 。意外とね、撮っていただいて確かに。だから本当にいい意味でめちゃくちゃ何にでも使える場所だから。確かに確かに。なんかあればぜひお願いします。出ないのよ。出してもらうから出してもらう。大丈夫大丈夫。カタちっちゃい声でさ、今さ、出ない、出ないよみたいな感じで言ったじゃん今。まあいいじゃん、全然流れ的にちっちゃい声出す出す。かわってない。嘘よ、お前。ちっちゃい声聞こないでください。出してさ。しかもマジの顔ですよ、今。そんな恥ずかしい。なんでそこ座ってんだよ、お前。本当そう。そこ話す人の位置だよ。そうだ。お願いしますよ。さんまさんでしょ。確かに確かに。でもなんか話す人が前っていう方式にすると多分うるさいやつが一番後ろに置きそう。確かに確かに。喋んねえ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 。確かに確かに。エリックスの話だね。エリックスの話。去年。そうね、去年から。去年後半あたりから今年にかけて。3ヶ月リリースしました。おー。ありがとうございます。仲間リリースだ。で、今年の20日にもイベントがあるんで、もうちょすぐだ。詳細するのがある。そう、あの詳細いっぱい貼っといてください。企画？そう。なんで？呼ばれてねえなんで。呼ばれてねえな。呼ばないよ。呼ばない。呼ばない。こんな感じの。いやだって今もう武者修行の時期じゃん。お互いがお互い。お前ワンピース読めよ。ワンピース読んでから寝直してこい。ジャボンディショットであんの。そうなんだよ。2年後にっつってな。そこか。で傲慢して俺らが。勝つっていう流れだ。ぶっ勝つ。ぶっ勝つ。なんか負ける気しなくなってきた。負ける気しなくなってきた。2022年はエイペックスがぶっ勝つ。とりあえず鍋食いながらない。あ、鍋食います。今年の話さないですか。そう。じゃあ、今日ね、やっぱ厚木じゃないですか。やっぱ神奈川家系ラーメン。おぉ。なんで、豚骨醤油鍋にしましたけど。おぉ。YouTube って見るの？最近は宇宙見てる。宇宙？宇宙？すげえ。YouTube で宇宙。さすがだな。YouTube でその宇宙の広さ。はい。YouTube ならでは。YouTube ならでは。ならでは。あ、そうなんだ。宇宙見てる時ね。YouTube で見ないし。おっしゃる通りです。それは。でもあるある。あるでしょ。あるある、めっちゃある。面白いよ。コスモの無限大感じたいよ。めっちゃめちゃ上がる。すっげえ、今のめちゃめちゃ上がる。コスモの無限大感じたい。コスモの無限大ってなんだよ。めっちゃつまんない。めっちゃいい。いや、ほんとにね、いいよ。ラッキーやばい。いただきます。はい。うまっ。おいしい。おいしい。あつうまっ。あ、そう、ライブといえばさ、そのゆえむ配信ライブやったもんね。やったね。めっちゃ俺めっちゃ見た。よかった、超かっこよかった。いやもうあれエイペックスやってた時期だったから、ちょうどエイペックス、エイペックス、ポータルの、そうそう、ポータルの上がったもん。あれさ、今だから言うけどさ、ちょっとこれ電話してて、その前ぐらいになんか、あ、電話つないでるかって言って、なんでみたいな。今作業中なんですよね。あ、編集って言ったら、いや違いますって言って、その配信ライブあれ、マネゲいっぱい買おうとか。そうだね。やったみたいな聞いて、めっちゃおもろいな、見てくださいって言われて見せてもらったのがポータルで、俺も一人で爆笑してて、マジで伝わんないです、誰にもとか言って。それが今日発売。そうです。
おぉー、出ちゃっていいです、ありがとう、おぉナイス、ナイス、売り今、台本通り、台本通り、台本通り、ナイス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 、さすがだ、忘れました、1月1日発売です、そうなんですよ、ぜひチェックしてください、買ってください、本当に現場の方だし、そういうね、俺ら回数がやっぱ限られてるし、人数も限られてる、前通りっていうね、どうしても大丈夫だから、ね、少しでもなんかそういうところで届けられるっていうのは本当にすごくいいことで、だからサンダースネークの YouTube もそれでも全然理由はさっきも話したんですよ、最初と、うん、そんな真面目な話してたの、いや、なんか、俺らなんだっけ、いや、あれですね、YouTube 始めたのの話からかな、そう、そうだよ、しれっとしてたら結構ね、なんで始めたの、そういうの、確かにそこ聞こうよ、いや、俺らもこのままじゃダメだっていう、そうだね、だからね、そんな真面目な、真面目な話するんだね、真面目な話するんだね、俺らやれることをやりたい、そうそうそう、偉い、今、動けないからな、そうそうそう、ここでやらないよりもやった方がね、いいからね、で、なんか一つ飛び抜けたいなと思ったんだよね、そう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 、なるほど、あと普通に売れたい、モンストロ、モンストロ売れたい、モンストロ売れたい、10年くらいやってるからね、モンストロね、もう人のバンドいいなと思うのはやめたい、それがダチだったね、そういうハングリー精神って大事や、バンドをやってる上でさ、大事ね、ハングリー精神なかったらもうやってる意味ないもん、まあ、これそう思う、うん、そうマジで話して、2021年であれす曲も、あ、もう今バチバチに準備しております、ほら、だからまあちょっと楽しみにしておいてほしい、そこは2曲ぐらいしかないし、あ、そうなんだ、じゃあ今の終わった放送で終わったすぐ2曲、いやでもさ、あれじゃない、2019年俺らもアレスもさ全然動いてなくて、まあ準備期間俺らも19年やって全然できなかったけど、20年こうやってさ YouTube 始めたり、俺らも新曲3曲出したりとかできたのは嬉しいよ、そう、なんかね、19年俺結構言葉刺さってたよ、何してんの最近何してんの、いや、本当にそうだった、そう、あ、本当にそうだったからこそ悔しかったよ、ね、だからこそなんか20年ね、こうやっていろいろ発表できて嬉しかった、いいね、そうだね、だから21年もね、そうだよ、まだまだ活動止めずに頑張るんで、もうそれな、俺らも何をしたら出て、俺中学生ぐらいの頃でそんなこと言うの、贅沢言うの、あまり続けなかった結果、これ1月1日かっこいいよ、ネタバレ、ビはい、ということで、皆さん鍋は手に行き渡ってますか、はい、お食べてますか、お疲れ様でした、ちょっとフリートークしたところで、ここで最後の企画を、我ら御三家が集まったということで、ちょっと元気さんから出題していただく御三家クイズを開催したいと思います、イエーイ、パンパンパン、御三家クイズ、はい、御三家クイズ、今回あのアレスに作ってきてほしいって言われて、うん、今日あの本当にいつだっけ打ち合わせなのこれ、ね、1週間前ぐらい、1週間前ぐらいですね、だからもう時間あったんで、ちゃんと今日の日も考えてきました、おい、はい、あのパスタ食べてちょっとフーしながら語ってました、あ、さすが、そういうの語ってました、その程度、あ、じゃあチーム分けされてるの、うん、え、じゃあチームの人とは手を挙げてください、まず後ろのチーム、チーム、はい、俺らチームかまど炭治郎、かまど炭治郎、バズったな、これで俺ら、違う、俺らチームバズです、あ、チームバズです、はい、チームベックスです、マヨネージ、はい、マヨネージ、
ちょっと見やがった。ね、さあ、第1問の答え、第1問マジで答えって当然です。はい、なるほどね。でも、やっぱ御三家のことを知らない人がいるんで、改めて、御三家のバンド名、正式名称を書いていただこうかな。え、待って、やばい、それは。もちろん、大文字小文字もあります。それはまずい、それはまずい。はい、ちょっとインフィックスが簡単すぎるんで、インフィックスだけ昔の昔のバンド名で。うわぁ、やばい、やばい、やばい。はい、じゃあどうぞ、お書きください。5秒前。あ、5、4、3、2、1、はい、終わりー。じゃあ、あれすいませんか、これでいきますか。はい。じゃあ全部、はい、バッグ、はい、じゃあ、で、そもそも字が汚いですよ。それあるっすね。消えてる、消えてるし、早くやって、闇にその深刻の天使として、これじゃあ深刻すぎる、これ漢字全然違う。字が分かった、元気さ、元気分かってるんですか。俺パス書いてんだよ、この文読さんの何回も何回もさ。ほんのにお前らが昔のマンドリン、お前もこうやってそうだ、すいません、こちらです。じゃん、え、まあ、すごい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 、いや、こうはこれ使った、はいはい、ちゃんと正直に読め、正直に、夕闇にいざないし、知ってくの。次は何だ、何言ってました、言いましてエールドレイジ、エールドレイジ、小学生で言ってアレスイマーズ、ペンドットギマニュアルアタッチメント、はい、誰だそれは、忘れてたらいいです、バカだったわ、エールドレイジって、やばいな、そうだ、俺さそうそうそう、違うよ、続いての下りだと思ったんだけど、メイドレイジ、おめえぶっ殺すぞ、おめえぶっ殺すぞ、タケが使った、あるじゃん、リーダーからエースエース、はい、じゃあお願いします、リンちゃんの答え、じゃーん、まあ、なんかバンクのある3つしかないですか、かわいい、バンクのある、1000人欲しい、ない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 、見たい見たい見たい、かわいい、あー、しっかりするか、でも、じゅんちゃんだから許しちゃう、マレードレイジ、あれすぎます、ゆやみにいざないし、え、ごめん、あれ、え、三通しか出てない、三通にちょっとひげが生えた、じゃあ読んでみます、はい、はい、マレードレイジ、はい、あれすぎます、はい、ゆやみにいざないし、ごくのペンギン、いやーじゃあ、ごめん、行きましょうか、はい、はい、ごめん、こちら、お、これは一応一回にしますか、リセットします、おー、ペンキ側からやっぱ YouTuber ポジションが、俺も分かんなかった、だから合ってない、合ってない、はい、じゃあ、こちらは僕は全員揃ってますからね、合格点の答えお願いします、はい、行きます、はい、で、どうですか、新しくしてくる時代ですね、新旧ちゃんと新旧全部押さえてます、ほんとだ、アブスルジンタイムで書いて全部押さえてます、全部押さえてます、これ合格点ですよ、でもペンギンは P と G が、ペンギンはちょっとこれはペンドティキマーを言ってたうわっ、え、待って、俺が一番近いっちゃう、マジでニュアアタッチで、T が1個足りない、そう、チャッチメン、え、いなくない全問正解、え、やばい、全問正解遊びしなりましたよ、ペンドティキマーを、第2問、ペンダ、第3問、よし、はい、アンジュの日、オープン前にリハが終わって写真撮ろうよみたいな最後だ、あー撮りましたね、はい、正直ここで、まあ、はい、はい、はい、終わりますよね、ありがとうございます、で、ちゃんと前回の時もまた撮ろうよ、撮りましたよね、あの時も同じ構図で、あ、はい、はい、ですよね、覚えてます、覚えてます、あの、第1回目として未だに僕のツイッターの減ったりもずっとなってます、あれは、はい、その思い出です、はい、だからです、この写真から問題です、あの写真でアレス・イン・ワーズ、神田が撮っていたポーズは何でしょう、明るかい、待って待って、俺、待って待って、え、俺もあのポーズにハマった、あ、そう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 、あ、
然違うもん、違うもん、その写真の中で言うなんでさ、違うよ、違うよ、俺の声さ、え、違うよ、ね、やだ、はい、はい、いいです、やってもらいます、実際に、あ、じゃあ、みんなでやる、どっち、どっち、どっち、左右、どっち、神田見ないもん、神田見ない、どういうこと言うの、そう、そうや、そうや、かまやん隣だから、あ、どうだった、誰から行きますか、誰から、ここでやろう、ここで、ここに来て、え、一斉じゃないですか、一斉でいいんじゃないですか、あ、一斯でいいの、え、そ代表、代表じゃあ、代表は誰、俺ら全員で、俺ら全員で、全員で、いや、言うの感動は判断しよう、行きましょうか、じゃあ、はい、大丈夫か、はい、アンジーのオープン前の食事キモかったんだよ、で、頑張れ、おイージーってます、イージーってる、キモかった、キモかった、キモかった、確かに今思い浮かべてキモかった、チンでしょ、足だ、やりすぎます、神田が撮っていたポーズとは、せーの、せーの、せーの、あ、あ、逆かも、え、そうだね、そうだね、はいはい、右手で、右手で、右目を合わせます、はい、右目、え、違う違う違う、後ろ、後ろ、後ろは、え、トモヤも同じ、俺こうだった、あ、こう、こう、俺指たたんでる、あ、なるほど、俺指たたんでる、はい、これもあるの、これね、で、ゲッツポーズね、え、そんなことかよ、そんなことはやってない、でもなんか、でもよくやってんの見た気がするんだよ、これ、お前がよかった、確かに、ちなみに正解者います、まあ、じゃあ行きましょうか、正解はゲッツポーズ、覚えててさ、みんなそれじゃやっぱあーつかっこいいポーズするの、こうやって、うん、で、俺カウントにしてたのなって言ったらそんなことあるよ、本当じゃん、多分俺ら絵まで描いたの、ね、俺たちはじゃあ何だと思う、2年目2年目これ、いや、もともとにゲットしてる、超えない人が一緒にやってるみたいなイメージはあった、以上、ご参加クイズでした、それじゃあ結局神田じゃん優勝、そうだね、逆行ってんだよ、すごい逆行ってんだよ、こんな分かんないと思ってなかった正直、使おう、やばい、流行らせようよ、流行らせよう、流行らせよう、2021年はこれで、2021年挨拶でマイクこれでじゃあ流行らせよう、最後はもうやっぱね、あれすいません、締めていただいてというか、任せてください、私たちやりますか、ね、どう締めていいか分かんない、多分俺が締めた方がいいんだろうけど、締め方分かる、いや神田君がさすがにやってくれます、じゃあ、俺らも万事厚木ってことで、本当に、今年もよろしくお願いします、じゃあ、閉めますか、はい、閉めますか、皆さん、本当に、昨年は大変お世話になりました、おかげさまで、サンダースネーク厚木も、無事に新年を迎えることができました、ありがとうございます、今年1年も厚木のバンドと一緒に頑張って、厚木、ライブハウス盛り上げていきたいと思いますので、今年もどうかよろしくお願いします、お願いします、では最後にどうぞ、I'm a good dog forward. I'm a winner. Bad to run. I am a 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 bad to run. I am a
願いします。